こんにちは。アルソック柔道部の 100kg 超級香川大吾です。今日は自宅でできるトレーニングを紹介するということで、私はバランスボールを使ったバランスボールを紹介したいと思います。まずバランスボールというのはこのようにボールの上に座ると体がバランスを取ろうとします。バランスを取ろうとすると姿勢が勝手に良くなります。姿勢が良くなると血行が良くなると言われていて、血行が良くなると腰痛や肩こりなどの改善につながります。在宅勤務、デスクワークなどを余儀なくされている方が多いかと思いますが、自宅でデスクワークのする合間やデスクワークしている時にバランスボールに変えてバランスボールに乗りながら、インナーマッスルを鍛えるということを、日頃から入れてみてはいかがでしょうか。